関ジャニの横山君がですね、うちの別荘に完成記念でくれたものをついに開けようかなと。どういうこと？センティデバイス ID 確認。Wi-Fi で全くわからん。こんにちは、こんばんは、おはようございます、皆さん。ソーシャルディスタンス。喉の調子が悪い。さあ、今日はですね、開封してみたいと思うんですが、関ジャニの横山くんがですね、まあ僕、ヒルナンデスで10年ずっと一緒に出てましたし、関ジャムでも一緒ですし、プライベートで芸人以外で一番遊ぶのは横山くんだと思うんですよ。横山くんの家に遊びに行ったりとか、飯食いに行ったりとか。ほんで、うちの別荘も、ヒルナンデスのロケでも来てくれたりとか。で、その、うちの別荘に横山くんが、完成記念でくれたものをついに開けようかなと。これです。何これ、なんだこれ。これはとにかくなんかめちゃくちゃいい匂いするんすよって言ってたのよ。でもこれちょっとどんなもんなんかわからないんで開けてみたいと思います。何やろ、なんなんこの重厚な箱。どういうこと？なんか台みたいなのが出てきました。ん？全くわからん。で、説明書みたいなのがあるんですけど、これアプリ取った方がいいのかな？なんか QR コードあるかな？ QR コードまず読み込んでみようか。デバイスの電源を入れてくださいってこと。デバイスなんすかこれ。これ電源。で、これはここか。光った。光ったよ。はい。え？センティデバイス ID 確認。デバイスを裏返しシールの車載番号を確認してください。どういうこと？これ？これを、なんや？なあこれ？なに？え？うわ、いた！え？なんか未来の、未来すぎて、なんやこれ？ああ、2個目？とりあえずこれを開けていこうか。シールに記載の番号を確認してください。なんかでももう開けてるさなかからええ匂いをしてんな。はい、出てきました。ああ、これの裏側の。ああ、ここになんか ID みたいなのがあんねやわ。これを確認してくれと。謎解きみたいになってるやん。ご自身のデバイスの Wi-Fi を選択。これの Wi-Fi でこれを探すんや。ちゃ。Bluetooth じゃなくて。Wi-Fi で？どういうこと？今俺、やってみようか。解除して。むずい。初期セットアップ完了おめでとうございます。さあ始めようやって。ここにボトルを入れていくのか。シリコンキャップを取る、デバイスに設置する、乗せてったらいいってこと。デバイスのボタンをダブルトップ光ってる。でもなんかなんかアプリの名前のところに追加されていってる。
なんか4本刺されました。で、ボトルを更新ってします。4つ出てきた。んで、うわ、なんか光ってる。これで選べるね。例えばこれを選んでって言ったら、これが光る。で、匂いが出てんの。これしてる。この中の、ここから出てるんですか。出てる。逆向けた方がいい。え、めっちゃええ匂い。やば。今光ってるやつ選んでる。そう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 。これを押したら、その光ってるやつが噴射されんねん。めっちゃいい匂い。いくで、見てや。こっから出ますんでね。いくよ。噴射。あれ、それそれそれ。そうやろ。もう、めっちゃいい匂い。別荘の香りが、いつでもいい匂い出してって言ったら、これで。ポン。シュッ。で、いい匂いをすると。すごい。さらに別荘の品格が上がりました。設定に時間かかりました。けども、素晴らしいプレゼントありがとうございました。また投稿します。